まさのホンダ FC の、井端監督です。お久しぶりです。お久しぶりです。実はこの前の週が天皇杯とリーグ戦、週末にリーグ戦やって、週中に天皇杯やって、でまたその週末にリーグ戦やるという、まあ、過密の日程、があってですね、しかもかなり移動も伴ってたというところもあったので、あの監督非常にそこのそれぞれの試合に対する分析とかお忙しいということで、ちょっと一周ずらさせていただいたんですが、この9月の最終盤ですね、重要な戦いが続いたと思うんですけれども、今それを終えて監督どんな風に捉えてますか？そうですね、まあ今年のリーグ戦のところも半分になったっていうところで、こうやはりこう上の方に順位を取っとかないとなかなか難しいシーズンになるっていうのは分かっていたので、まあここまではまあちょっと落としてる部分もありますけど、まあまずまずかなという感じですね。あのリーグ戦の方が、まあ、今お話もありましたけれども、 JFL の場合は完全に後期日程だけと、各チーム1回戦の総当たりというふうになったわけですが、やっぱりこう試合数が少ないと、やっぱり勝ち点差とか得失点差とかっていうのが開くだけの期間がないので、かなり接戦になるっていうのがリーグ戦の特徴として一つ加わるのかなと。そのあたりの難しさとか戦い方の違いとかっていうのを監督はどのように考えていらっしゃるのか。まあちょっと取り組みの違いっていうのは、まあ違う部分っていうのは多分あると思うんですね。まあ J3 を目指すクラブにとってはもう大チャンスの年だと思うんですね。でまあ観客動員もそうですし、試合数も減っているっていうところで、全てもう勝ちを一つっていう、まあ全てにおいてトーナメント戦みたいな、イメージで入ってくるっていう戦い方のところで入ってくる中で、自分たちのゲームをしっかりと展開するっていう中で、一つはこうビルドアップのところのボールの運び方っていうところに少し時間を冷やしたところがあって、まあその中でやっぱ数字に出てて、去年より失点の率が非常に少なくなっているっていうところで、自分たちがボールを握っている時間が去年より増えているっていう上積みっていうところは、チームとしては悪くない上積みかなっていうふうには思ってます。ただそのアタックに入るところのスイッチのところが、そのビルドアップの捕まらないっていうところに対してちょっと比例してゴールの数が減っちゃっているっていうところは、改善しなければいけないところではありますけど、はい、チームの上積みとしてさらなるパワーアップっていう部分では悪くないかなっていう感触は自分では受けてますけど、実はちょっと私今監督が映ってるパソコンの横にもう一画面広げて、そこで先週の武蔵野 FC、 東京武蔵野 FC とやった時の映像を見ながらちょっとやってるんですが、なかなかこのあれだけ固められちゃうと、なかなか得点に迫るのが難しいゲームが多いのかなと。で全部の試合が私も見えてないのであれですけど、やっぱりこうゲームの終盤になるとゲームが動くというかっていう傾向が強いのかなと思うんですが、それはやっぱりこんなに立ち向かってくるチームたちがある程度やっぱりホンダのそのボールポジションにはもうかなわないと思って、そういう戦術で、まあ、あわよくば1点取る、まあ、引き分けでもよしとするみたいな戦い方してをよりしてきてるのかなって思うんですが、まあでもそれも一つの方法として、やはり先ほども言ったように上を目指してるチームっていうことを考えたら、取る方法の一つかなって、ただその中でも自分たちが勝ち切る方法、はい、だから
まあ、僅差の勝ちっていうところも今やった中で、はい、ある中でチームとしてのこの上積みの仕方っていうものを少し変化を加えないと、うん、いけないかなと、うん、こういうところでゲームの終わらせ方、はい、うん、とあとはボールの保持で相手に与えるダメージからのスイッチ、ゴールっていうところを、なんていうのかな、こう目にははっきりは見えないかもしれないけれども、集団として、やって、IQ の高いサッカーっていうものに、トライを少ししたいなっていうところがあるんですけど、なかなかこの15試合の中でそれを出せるかっていう、うん、決定的に機会が足りないですね、期間と機会が足りない。そうですね、やはりこう1年間通してチームのパフォーマンスを継続するっていうのはなかなかこう30試合では難しい中で、はい、で去年まではその30試合のある中のチームがこう他のチームがパワーダウンした時にも落ちないサッカーでやっぱ平均して勝ち点を取ってきているっていう、はい、強さを見せれたんですけど、今年に限っては、それが順位として比例するかどうかはクエスチョンだと思ってます。ただ、やってるサッカーの質っていうものを、今後やっぱ来年再来年っていうところに持っておく、余力としては悪くない。ことをしているなっていうのは感じてます。あ、じゃあですね、ちょっと天皇杯の話に、移させて、まあ、先週もう本当にご近所の、浜松キャンパスと、対戦されて、まあ、いよいよホンダ FC の天皇杯が始まったなというところかと思うんですが、まあ、当然ながら今年はレギュレーションが大きく変わって、その J リーグのチームが準々決勝以降、しかも J1 のクラブに限で言えば準決勝にやっと出てくるというところなので、まあ、イバータガンとかもずっとこれまでも天皇杯を優勝するんだということを目標の一つに、大きな目標に掲げていらっしゃいましたが、まあ、今年、まあ、優勝ということで言えば変わらないんだと思うんですけれども、そこまでの同定というかがだいぶ捉え方違うのかなというふうに思うんですが、イバータガンとかこのレギュレーションの変更というのはどのように捉えられていらっしゃるか教えていただけますでしょうか。ちょっと、まあ、僕本人としてはちょっと残念なレギュレーションだったかなっていうふうには感じてます、うんうん、はい、それはやっぱりこう、ね、J1 とか、まあ、そういった強力なチームと戦う機会が本当に少なくなったというか、まあ、準決勝決勝に行かないと、去年 の浦和とか鹿島とやった時のような、チームがこう体感する機会がそこまでいかないと得られないということがということでしょうか。そうですね、やはり逆に難しくなっているっていうのも一つですし、うん、そういうやはり J クラブ J1 クラブと戦う試合数もなくなっているっていうところでは、はい、すごく残念っていう方が強いかな。まあ、そこまで上がっていくまでに戦い方もまた違いますから。そうですね、やっぱり非常に難しいと思います。なんていうのかな、ちょっとその大会に対するモチベーションというか本気度っていう部分でも、はい、うん、JFL のクラブの中でも、じゃあ天皇杯と J3 を目指している、入るっていうところのバランスを考えたときに、はい、自分であれば多分 J に上がるっていう方を優先するかもしれないかな。その中で、やはりこう、選手をガラッと変わっちゃっているっていう、はいはい、ところもあるので、だからこの今回の100回っていう記念の、
大会にふさわしい大会になるかなっていう疑問がちょっと自分の中では非常に強いかなっていう。まあおそらくいろんなポジションにいる方によってこの大会に対しての捉えっていうのは違うと思うんですけれども、まあ、そういう意味ではホンダ FC の立ち位置、去年までこう天皇杯で戦ってきてこう積み上げてきたものっていうのを考えると、まあ、井端監督のように非常に残念だっていうふうな捉え方をするっていうのは私はとっても理解できますね。今までノーチャンスだったクラブにとってはちょっとでも上に行けるチャンスだというふうに捉えてこうプラスにポジティブに捉えている人も少なくないと思うんですけれども、ホンダはそうだよなと。レギュレーション変わった時にやっぱりホンダが優勝するんじゃないかっていうことも言ってる人がパーッと出てきて、そういうふうな捉え方で、まあ、ホンダが優勝するということだけで考えればもしかしたら少しチャンス広がったかもしれないけど、まあ、井端監督の考えるところは、まあ、そこまでの戦いっていうもので積み上げていくものっていうのが経験値となって、まあ、そこでパフォーマンス、素晴らしいパフォーマンスを多くの人に見てもらう機会でもあるし、まあ、そういうチャンスがなくなった方の損失の方が大きく今は考えてらっしゃるんですね。そうですね、なんていうのかな、こう駆け引きとか、こう目に見えない勝負っていうのかな、はい、そのレベルの高いこう相手とその頭の中の勝負っていうものをできる唯一の大会っていうところですから、ただやはり全くできないわけじゃないので、上に行ったらできるっていうことを考えた時にはそのモチベーション一つでは上に行けるかなとは思いますけれども、やはり何が起こるか分かんないのかというのがそうですね、ありますから、はい、逆にこう、まあ自分たちがこう J1 のクラブとやってそれをそのメンタルをこう引き出してくれる J1 クラブがあるから自分たちもゲームがしっかりと行えるっていうところを考えたら、はい、そこまでたどり着くのになかなか去年までと違う逆の、メンタリティが必要になってくるので、そこまで行くのが一番難しいかなっていうふうに思います、もしかしたらそのホンダが、J1 のチームに対して抱いていたような、思いというのをこれからホンダが当たるチームが持って戦いを挑んでくる可能性もありますよね。まあ、次はマリアスなので、まあ、同じ AFL 戦ってますけども、でもマリアスとしてもやっぱりあのホンダに勝てればっていうのは絶対あると思うし、まあ、その次もそうだと思うんですが、まあ、そういう、ことも含めて難しさはありますね。そうですね、やはりこっちとしては天皇杯とリーグ戦っていうものを2つを追ってるんで、どっちかに比重を置くっていうことはなかなかできないかなっていう、はいはい、そのプライドはしっかりと持って両方戦いたいなと思いますけど、そうするとそういう見方、ホンダのこの後、まあ、10月次は、10月月末ですか、10月の月末にありますが、天皇杯に向かうホンダの戦い方というのも今の井端監督の思いみたいのも加味してこう見つめてみるとまたちょっと違った角度で見られるかもしれませんね。そうですね、やっぱりアマチュアの企業クラブが優勝したらすごいことだなっていうのが、思うので、それをやってみたいなっていうのは強いですけど、まあ、おそらく今はまだ2回戦が終わった段階なので井端監督も、まあ、いろんな可能性がある中で、言葉を選んでお話しされていると思いますけど、まあ、これが準決勝まで残ったというふうになればおそらく例年以上な取り上げられ方っていうのをされるはずですし、ぶつかるチームは、今の時点では J1 の上位2チームというふうに言われているので、まあ、当然川崎フロンターレとかですね、まあ、今どうなんだセレッソとかですか、まあ、そのあたりと本当に J1 の中でも今年のこの厳しいリーグを戦ってきた、
その中で勝ち抜いてきたチームと戦えるというのはまたかなりちょっと凝縮されすぎてる感はありますが、まあ楽しみは、年末の楽しみには私は、まあ、最後にというかですね、これはちょっと井端監督と私も昨年の暮れの JFL の表彰式の時以来のお話なので、まあ、その間にこのコロナっていうのがですね、サッカー界に非常に大きな、サッカー界も非常に大きな影響を受けたわけですけども、その間でまあリーグ戦が半分になったりですね、あと、チームの活動自体もこう休止してた時期もあったと思うんですね。で、そんな中で、まあ、井端監督が一人のサッカーマンとして、まあ、何かこのコロナ自粛感というか、このコロナによって改めてこうサッカーに対して気づいたこととか、こうその期間に意識されてたこととかっていうのが、もしは終わりであれば教えていただきたいんですけど。やっぱこう自分たちも自粛の期間があって活動できないっていう中で、やはりこうサッカーやることが当たり前だった日々がなくなるっていうのは非常にもどかしいというか、だからそれが当たり前じゃなかったんだなっていうのは強く感じた、はい、期間でしたし、まあ、ゲームにおいてはやはりこうファン、サポーターの人たちのやはりこう見てそのプレーに対しての、うん、歓声だとか、うんうん、そのチームに対するサポートっていうのが、うん、このスポーツっていうことにおいては非常に価値あるものなんだなっていうのはすごく感じました。やっぱり選手たちもそれは一番感じてることだと思いますし、やはり選手スタッフだけではこのサッカーというも大きく言うと試合というものは行うことはできないんだなっていうのはすごく感じました。ですのでやはりこうファンサポーターの人たちがいる中で、サッカーの醍醐味っていうものを見せたい、でそういう見せる義務があるんだっていうものをより強く感じたかなと、そういう部分でも自分たちのサッカーを見て、もう一度見たいなって思える組織でありたいなっていうのは強く思いました、監督はかねてからこう見せるサッカー、見てる人たちがわーっと感動するようなサッカーをパフォーマンスで見せていきたいっていうことをずっとおっしゃってますけれども、今こう宮古田もなかなか一般のお客さんを入れられる状況ではないということでお控えいただいているような中でですね、まあその一方で私もこういった部屋の中でですね、ホンダの試合を YouTube で見られるという状況も生み出されたわけです。今年のまあリーグ戦がまだ数試合残ってますけれども、その中で、監督がこの今年のホンダで特にここを見てほしいというものがもし終わりであれば。そうですね、先ほどお話ししましたけど、究極はやっぱ自分たちがボールを持っていれば失点はしない、で、自分たちがボールを動かして見ている人もやっている選手もやっぱ楽しいと思えるサッカーをそのまま継続、でその中で、チャンピオンというものを、しっかりと取るっていうものをしていかないといけないかなというふうに思います、でリーグ戦のところも数少なくなってきてますけど、残り5節ぐらいからっていうものをしっかりパワーを持っててっぺんに立ってたいなっていうふうに思います。
サッカーをこうやりやすい季節にもなってきましたからね。少し涼しくなってきて、そうですね、本田がやろうとしてサッカーがよりやりやすい季節になってきたのかなと、まあ、そこを YouTube のチャンネルを見ながら、まあ、もしかしたらシーズン中にお客さん入れられる状況になるかもしれませんが、多くの方はおそらく画面を通じて本田の試合を見ることになるという、監督はこのようにおっしゃってますので、皆さんぜひそのような視点で見ていただければと思います。監督、本当にこの先リーグ戦、そして天皇杯がまたそこから多分勝ち残っていくと、ちょっと相手天皇杯みたいな感じのちょっと特殊な感じのシーズンになるかと思うんですが、早く私も宮古田に行ける時が来ればいいなと思いつつ、遠くから監督の戦い、またそのチームの戦いっていうものを見つめていきたいと思いますので、こんなシーズンになってしまいましたが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。またぜひ宮方の方にお越しください。そうですね、はい、お伺いしたいと思います。本当にお忙しい中どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。